感めっちゃ多い。メグミンズ、ちょっと声裏返ったね、今。完全に今声裏返ったね。どうも皆さん、はじめまして。私、ソルトと申します。本日はね、こちら、ペクミン2の方実況やっていこうと思います。よろしくお願いします。それじゃあ、始めていきましょう。今日18だっけ ?20 ぐらいいったっけ ?21 だ。だいぶ進んでんな。レイ、21。それじゃあ、進めていきます。もう半分、6割いったからね。で、食事の台所、前回ちょっとな、前回の動画の編集中に、食神の台所をどうもなんか 見逃してるステージがあったんで、ちょっとそこだけ先やっていきます。あ、このステージ、このステージをまだやりきれてないんだよね、俺は。あれ、ちょっとこのステージ進めていこうかなと思います。どれがお宝かもあんまりよく分かってないからね。とりあえずこのビリ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 のやつを倒していくか。あった、多分これだわ。このカスタネッツ、おそらくこのカスタネッツ。あれ、なんかピクミンめっちゃ減ってね。あれ、カスタネットは、待ってカスタネットどこ行った。あれん、あれお、なんかピクミンめっちゃ減ったし、カスタネットどこ行った。俺も、あ、来た来た来た。オーケー、カストネット120円。命名ハーモニックシンセサイザー、あっこい。はーい、ドッグコンプリート。ハーモニックシンセサイザーゲットでーす。よかったよかった。地味に忘れてたんだよな、ここ。じゃあ今回、ちょっとこのシャワールームだっけ、ここ行ってみようかね。あれ、何、毒白ピクミンかな。ま、とりあえず行ってみるか、これで。シャワールーム。お、いきなり電気だね。あ。お、なんかこれ、あわわめ、あめ、わわわわわわわ。大変です。ピクミンが苦しんでます。ビーで笛を置けば助けられるかもしれません。あわやべえ。ちょ。おお、やれ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 。うわ、死んじゃった死んじゃった。ちょっと、とりあえず、うわ、なんか、うえ、爆弾、なんかあからさまにやべえよ。もうすでにピクミンが大量に死んでる。そんな、すまね、俺が至らねえばっかりに。なんかこのフライパンのお玉の先か、お玉の先端、お玉の先端、絶対お玉の先端。俺は馴染みのあるお玉の先端。90円、命名自炊の新規。よし、次の回行きまーす。やっべ、もうすでにピクミンが10匹くらい消えた。ここは白ピクミン必須だな。俺、白ピクミン持ってきてねえからな。いやー、まずいね。うわー、危ない。石鹸ある、石鹸と、何あれ、なんかあからさまにやべえじゃん。これ白ピクミンいないと無理じゃね。
ごめん、俺白ピクミン持ってきてねえんだわ。この石鹸でなんか毒耐性ついたりすんのかな。ソープって書いてある。ソープ60円。めめバブルジェネレーター。あ、特になんもなかった。危ない。おい、行った。ナショナル乾電池じゃん。単一乾電池。愛と勇気のリアクターと、なんか、元気なんちゃらみたいなやつと、永久燃料、ダイナモ、はい。うわ、こいつ、こいつ敵だよな。戦いたくねえな。あ、これ、雷、絶対雷のやつじゃん。逃げて。電池がお亡くなりになってました。多分あれは電気使いだから、黄色ピクミンで行くしかねえな。勝てる勝てる、頑張れ頑張れ。やれよ俺ま、お前も OK 倒した。綺麗な花火じゃねえか。よし、あれ OK。じゃあ次の回行きます。はい、地下3階です。なんかここにも変な敵がいんね。とりあえずもう全部倒しながら行くっきゃねえな。まずこいつからだ。うおっ、あぶねえ。やれやれ。逃げて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 、スタンドウェイで戦うわよ。スタンドウェイで戦うわよ。ああ、呼ばれた。ピグミー、やばいやばい。ピグミが次々と、そこのクソガエルめ。とりあえずいろいろ回っては見るけど。お、あるじゃん、貝の蓋。あ、出た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 。先に行くよ、こいつ倒す倒そう。やれ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 。今がチャンス、今がチャンス。やれる前にやれ。来いや。オーケー。逃げろ逃げろ。よし、そこそこチャンス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 。イェイ。うわ、なんかやべえのいる、やべえのいる、やべえのいる。お、ああ、貝ね。ホタテ、ホタテ。めいめい、うまいがい。うまいんだな。オリバー貝好きなんだね。やべえの来てるって、やべえの来てる。ちょっと待って。絶対強いやつやん。絶対強いやつやん、こいつ。もうどう見てもなんかボスじゃん。座れた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 。はい、これ頑張れ。オッケーオッケーオッケー。危ねえ危ねえ。勝った勝った。お、なんか落としたぜ。化粧品じゃないこれ。できた。奥さんへのプレゼントじゃない。140円。めめミラーステージ。よく意味わかんないけど、ミラーステージです。ちょっくら行ってくるわ。多分こっち側、これか。よし、これっぽいよな。おそらく。オッケーオッケー。はーい。フルターブ60円、安いな。命名、ゴールデンソーサー。なんか、切るもんだと思ってんのかな。
確かに鋭利だもんね。おし、じゃあ次の回いっか。次が5階だったっけ。はい、シャワールーム地下4階でーす。おっと、なんかあからさまに水だらけだね。ここは青ピクミンオンリーで行くしかに。青ピクミン、おお、何これ、この中投げたらなんかいるとかある。ああ、なんもねえわ。え、なんかでも繋がってそうじゃない？繋がってそうだよね。まあいいや。ちょっと行っていきます。水が流れ、え？あ、水流れてっけど、別に青ピクミンじゃないと来れないって感じでもなさそうだね。ちょ、みんな連れてくるわ。お、白ピクミンの穴。お、ピクミン増えたな。なんでだ。え、なんかめっちゃ蝶いるんだけど。え、なにこれ。白プラス、あ、そういうことか。あ、青の時に投げればいいんだ。そうすると増えるってこと？白ピクミンじゃなくて青が増えるんだ。なるほど。これ、この噴水ってもう上に帰る噴水じゃない？多分そうだよね。え？なんか止まってる？あ、いた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 。この葉っぱがお宝か。あ、いたいた。この葉っぱ。どう見てもただの葉っぱだけどね。お宝には見えないんだけどな。カエデかな。イチコロだ、俺。強そう。明らかに、多分これ、上に帰るルートなんだけど、もう地上に戻ると思うんだけど、まあ多分、戻っても意味がないから、進むしかないよね。とりあえず進むか。でもこれ全滅するの嫌だな。はい。シャワールーム地下5階でーす。いやー、なるほどね。うわー、ファイヤーがいる、ファイヤーが。うわー、絶対ここ埋まってるパーティーのやつじゃん。白ピクミンがいないと、いや、違うか。あるんだよね。多分こん中、こん中。青ピクミンじゃないと入れなさそうなんだよね。青ピクミン投げてみるか。いった。オッケー、オッケー、また牛乳瓶の、牛乳の蓋だね。はいはいはい。いやー、まあ結構減っちゃったな。はい。特納牛乳、加工乳、めめ、ミルキーゆりかご。入ってきた。缶詰。サンマ。サンマのかば焼きって書いてあった。130円。ICC サンマ。パーマネントコンテナ。なるほど。すごくパーマネントらしいです。パーマネントって何？パーマなの？やっぱあれかな？髪の毛を気にするお年頃なのかな？で、このなんか、あの、スプーンのさ、昔給食で出てきたあの、先が三股になってるあのスプーンのさ、先端みたいなやつ。なんか、こんなんなかった。だよね。先が三股になったあのスプーンだよね。よくわかんない。よくわかんない。あの、なんか、なんで先が尖ってんのかわかんないあのスプーン。折れた触診。壊れたとか折れた系多いな。物を大事にしてないんだね。
ゃあ次行くか。もうそろそろなんか最後っぽい気がするけどな。まだありそうだな。なんか雰囲気がまだいつもと同じだもんな。まだありそうだな。おっと、あれは？あれは白ピクミン系か？お、雲。もう背負ってくな、背負ってくな。背負うな、背負うな。おい、雲。雲、お前、背負うんじゃない。背負うんじゃない、お前。いや、もうそれ、あからさまに毒あるやつ、やべえやつ、やばいやつ。あま、やべえ、マジやべえよ。待って待って待って、そいつやばい、そいつやばい、そいつやばい。そいつやばい、爆発するぞ、逃げろ。食われる、ああ、食われた。嘘やろ。さあ、あいつが追ってきて、城を向けたその時がチャンス。お前食われてんじゃん。食われてんじゃん。で、ここに、あ、また、これ最後の牛乳瓶の蓋じゃない？ちょ。見て、超存在の本体がある。え、待って、俺が連れてかれた。ちょ、おい、助けて。行った。ま、マジかよ。トリマー君？トリマー君、こいつやべえっすよ。もうお前ら運んでる場合じゃねえだろ。ちょっと、はい、牛乳瓶の蓋。おはようママイ。乳酸菌飲料だ、乳酸菌飲料。推定物体 GF グランドフィナーレかな。はい、超存在、ご超存在。お、二人とも。無理。いた。ちょ、ウィーモコン君、ウィーモコン君さ。いたいたいた。超存在の本体。命名。天下一分先。おい、やめろ。おい、やめろ、お前。そうやって超存在をバカにするな。あれ、ルイ死ぬかな？あ、ルイ死んだ。あれ？ブレスケアの CM で見たことあるこれ。ブレスケアの CM でよく見るやつだ。人間のサイズはこんだけでかかったってことでいいのかな。うわあ、数が足りてねえ。はい、地下7階。ここ最終フロアじゃない？はい、よかったよかった。いやー、なんか、ああ、見て見て、やばい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 。バレてるもん、こっちの位置が。やば。嘘、そこ食われんの。壁貫通してんだけど。壁貫通はやべえよ。帰るぞ。壁貫通して食べられるってお前どうなってんだよ。74匹死んじゃった。いやー、ここやべえわ。はい、借金返済 70% でーす。だいぶ済んだけどよ。それ以前の問題だったぜ。オッケー、力深い戻ってきました。あー、またあいついいんだけど。あ、全、嘘。何勝手に起こしてんだよ、お前。何勝手に起こしてんだよ、お前。マジで。それはどうか。あー、僕の白ピクミン。クソったれだー。いやさ、視聴
じゃん、さすがに、水の中にあるのは。また来ないといけねえじゃん、これ。なんで持ち場勝手に変わるかな。ボスは、こっちを向くから、ああやばい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 。警戒強くね。あのボスには、ちょっと少数精鋭で戦いたい。立ち回りしづらいと思うんだ、あのボスは。いや、待って、後ろ回りてえな。後ろ回りてえんだけどな。一旦あの広いエリアに行って。一旦広いエリアに行きたいんだけど。よし、チャンス。これ、そこだ。あー、ゴミーゴミー。よし、そこ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 。攻撃しろ攻撃しろ攻撃しろ、オッケー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 。少数精鋭の立ち回りで行こう。そこで攻撃するから。ここに、当てる当てる当てる。当たんねえ当たんねえ当たんねえ。ぐるぐる回ってぐるぐる回って。当たんねえ当たんねえ当たんねえ。引っかかるんじゃない、引っかかるな、引っかかるわ。よしよしよし。うわー、壊れた。これ当てるのむずい。ね、当てるのむずいんだけどね。聞いて。ね、聞いて。ね、聞いて、当てるのむずい。あー、ウィリモコンがゴミー、ウィリモコンがゴミー、ウィリモコンがゴミー、助けて。もうやだもうやだ、ちょ、もう、あーんと。お前、反応しろ、カスカスウィリモコンカスウィリモコン。あー、そっちじゃない、ちょ、ウィリモコン反応しろ、ボケ、お前。あ、もうやだ、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 無理無理。あなんで当たんないの、なんで当たんないの、やだよ。おい、絶対こういう時俺黄色ピクミン強いと思うんだよね。うわ、食われてんじゃん、食われてんじゃん。そこでしょ、そこでしょ、そこだって、そこだって。ああ、回るな回るな、ハゲハゲ回るな、カスお前。ああ、やめろ、やめろ。うわ、回復してんじゃん、お前。回復してんじゃん。おい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 。でも当てるちゃん、当たれや、当たれや、当たれや。全然当たんないんだけどね、全然当たんないんだけど。なんで、何してんの、なんでいねえの。ちょい、くそ、もやだもやだもやだ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 。嫌い、ここ、こいつ嫌い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 。すごげえ。すいません、当てろや、なんで当たんねえの。もうや、もう、もう、ああ、はっ、ダメ、ダメ、なんでもう手持ちに、手持ちに数匹いんのにさ。そこ、そこだって、当てろ、当てろ。さあ、あ、もう、もう、ああ、もう、ざけんなボケカス。お前マジ嫌い、俺ほんとこいつ嫌い、ほんまこいつ嫌い。ああ、使えねえ、ピクミン、ピクミン、ピクミン。いいや、まだ全死ね、死ね、全然当たんねえんだもん、なんなん。
また食われた。また食われた。ああ、投げれねえよー。ふざけんな、マジで。ふざけんな。おい。いや、なんな。なんな。なんな。もう、リモコン死ねえ。すっごい逃げ。まあいい性格しとるわ。まあいい性格しとるでこいつら。でそこ当たってないんけ。わあ。は？もうちょい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 や、もうちょいや、このすっごい味方野郎ぶっ殺しやれ。ゴミカス野郎マジで腹立つ。んー野郎が、はおいもう投げとる野郎が。でお前らその変なところおんねん。どう何しとんマジで、何しとん。やれ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 カス。は？だ違うと、なんですり抜けるんで、なんでピクミンすり抜けるん。お前らそういう性質ある。おーい、もうな、おもんな。もうなんかここさ、ルイとオリマーがおらんといけんらしいわ。そんなわかるわけないじゃんつか、なんかルイ勝手に死んだしさ。はっ、そう思うんだ。ガチでこいつ、クソ思うんだ。このクソなめくじやら、ぶっ殺したのかついで。はい、今日の報告です。いや、でもだいぶ集まったよ、それでも。ああ、くそが。社長、まあ、ほんと、もう聞けよ、俺の話を。こっちはこっちで発ストレス溜まってんだよ。役所の練習を聞いて、わしは走らせたから、おいしそうですよ、待ってよ。汚いものを見るような目で、わしを見よって。もらった人もはぐれ、わしは行くあてもない。お前はもうどこにも行くあてはねえんだよ。おっしゃ、お手役行った。ここまで頑張って100円だからな。大怪獣の歯。もう人間のこと大怪獣って呼んでんだな。ここでルイが死んだからな。もう勝手になんかルイ死にやがったからな、あいつ。まずルイがこっち行きます。ここら辺で、ここら辺で、はい。で、オリマーにチェンジして、だよ。もう一回いる、もう一回いる。はい。ここで、オリマーにチェンジして、ルイ、ルイ。ルイいけるか？ルイいけるか？で、オリマーにチェンジして。当たんねえんだか、普通に。オッケー、これで、
これで削っていくらしい。これでもう一回ルイの方を向かしてオリマーにチェンジで、そのうちに当てる当てる。当たってねえ、当たってねえよ。いけいけいけ、まだ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 。ガッケッケ、もうこの次の段、次の段で決める。うわ、なんか食われた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 。ジム行け、ジム行け。そこ、そこ当てろ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 。けけけけけ。オッケーオッケーオッケー、いったいった、オッケー、よっしゃよっしゃ、死ね冒険カズオ。しっと落ち着かして約2時間あいつと戦ってた。もう泣ける。わかんねえもんだって、理不尽だって。もうトラウマだわ。こんな攻略見ました。本当にもう攻略見るとわからなかった。もう白ピクミン食わして倒せばいいんかなとかずっと思ってたもん。ぬめぬめとした生物の体が溶けて中から出てきたもののようです。なんだかぬめぬめしてそう。本当に解消するんですか。こいつ前も同じこと言ってたな。なんかベトベトしてそうとか。なんでパンで私の中に放り込んで、たまには私の覚悟、この掃除をしてくださいね。俺の精神をちょっと、俺の精神を落ち着かさせてくれ。いったー、なんかスピーカーみたいな感じだね。いや、それこんだけ頑張って100円かよ。真空波動スピーカー。この形、音波を出力するのにぴったりですね。うん、少しお待ちよ。私の開発した音響装置の最後の部品として使ってみました。メガスピーカーの完成です。何それ。おりますたちは笛の音の届く範囲が広くなりました。お、めっちゃそれ助かる。それめっちゃ助かる。これ一番最初にやるべきじゃない？普通。今一番最初にやるべきじゃない？終了。うん、はい、洞窟コンプリート。じゃあ 80%。 ああ、いや、俺、もっと簡単だと思ったら意外と長いわ。いや、まあ、そんな簡単なゲームなんかないのは分かってるけどさ。よし、終了！最後、最後の最後に、めちゃくちゃピクミン集めて終わったわ。だいぶ増えたぞ。これで死んだ分まで。まあ、赤ピクミンはちょっと減りすぎたかもしれんけど。まあ、赤ピクミンはね、それでも青と、あ、違う、青じゃねえや。紫と黄色ピクミンになってくれたから。今日の報告。はーい、見ていきましょう。新カードスピーカーが大怪獣の葉。で、ようやく8000円いきました。ピクミンの数見てください。赤ピクミンがちょっと減ったけどね、他全体的にかなり伸びたんじゃない、かなりじゃないけど。まあ、黄色とね、青はだいぶ伸びたと思います。死んだけどね。お、社長。オリマー君、君はハラハラ部署に昇進じゃ。
さっきも残り悪くなった。あと、面白い気でよく頑張った。わしも頑張って、さっきそれから逃げ延びてみせるからの。社長。残念ながら、オリマー君は、もう、社長に昇進したんだ。お前の居場所はないんだよ。今日のお宝。ああ、それじゃあお宝見ていきましょう。今回もね、めちゃくちゃ量ゲットしたんで、もう早口でいきます。はい、まず大怪獣の歯。こんなに大型の歯を持った生物が実践するはずがない。大王メデマ、デマダルさえここまで巨大ではない。もし、もはや私にできるのは出会わないように願うことだけだ。人間もいねえのかな。天下一部細工。最初の目撃した時は巨大な水生物かと思いびっくりしたが、実はただの巨像だった。一安心だ。もしそんな、こんな、もしこんな不細工な生物が実在して襲ってきたら、武様は逃げてしまうし、逃げまどうしかなかっただろう。いや、可愛いと思うよ、俺、アヒルさん。永久燃料ダイナモ回。未知のテクノロジーとは本当にすごいものだ。この物体から永久にエネルギーが湧いてるらしい。これで電気代が節約できれば、つまり私の小遣いをあげてもらえるかも。パーマネントコンテナ。閉じられたコンテナを見るとどうにも中を開けてみたくなってしょうがない。しかし開けたら価値がなくなってしまうかもしれない。想像してしまう。気も紛らわそう。推定物体 GF。この星のあちこちで似たような物体を見かけるか相関性はあるのだろうか。似たような水素。ああ、様々な水素が動かる真実はよくわからない。しかし、だからそのロマンがあると言えよる。ミルキーユリカゴ。分析してもよくわからなかったね。私も思いつきでベビー用品として売り出すことにしたミルキーな香りに包まれ、ユリカゴの毛の心地はきっと最高だろう。シンクハードスピーカー。今日は四方タイルで覆われた地下圏動物の中を探索した何のための場所か想像するほどしかない。私は食感でシャワールームと名付けた最深部にはヌメドした怪物が接触して、この物体やつの体内から見つけたものだ。あいつマジでクソだった一個だ俺。昨日もほとんど眠れなかった自宅のせんべい布団が懐かしい。そういえばこの植物には強い冬眠作用があるらしい。量を増すけれど、永眠の眠りに落ちることもあるようだが、ちょっと使ってみようかな。うまいがいい。この星の生物はとても食用になれないグロテスクな外見を持つものが多い。しかし、惑いの水源一帯には食べるに好ましい生物が比較的多く生息しているようだ。折れた触診、何度も奇妙な形状の金属器だ。途中で折れていて全体像が分からない。ドルフィン初号機は人気の意思だぞ。主張しているが、私は洗面器だと思う。そこに顔が映ってとても便利ではないか。いつもホタテヌードルばかりでは、さすがに飽きてしまう。思い立って男の料理に挑んでみたが、時には書き残したくなるものは、書き残したくなるものはある。アームレクシンセサイザー。私は音楽にはちょっとうるさい男だ。しかし残念ながら妻にはセンスがなく、子供たちにも私のセンスは受け付けられなかったようだ。空気にとっても嫌な顔して誰もついてきてくれないのだ。それはさ、オリマーのセンスがないんじゃないかな。音楽にうるさいんじゃなくて、オリマーの音量がちょっとうるさすぎるだけだと思います。バブルジェネレーター。今日また不可解な物体を発見した。正面を水に濡らして擦ると次から次へ泡が発生するのだ。どう応用するのかが今後の検討課題だ。おそらく若い発想が必要だろう。息子や娘に聞いてみようか。ミラーステージ。毎日ちょっと仕事でたまらない。私はたまに気晴らしにも必要だと思った。そこでこの物体をステージに見立てピクミンにダンスを構築した。赤、紫、白、黄、青、5色のピクミンの踊りはとても美しく見かれちゃった。私の文才では表現しきれない。残念だ。はい、それでは生物図鑑の方行きます。水豚。通称水豚、和名、皮膚豚どっくり、水はけ編集豚どっくりか、皮膚豚どっくりの編集、発火触媒を生成するいくつかの酵素が遺伝子欠落によって合成されていないため、触媒に至る数ステップ前の液体のまま排出してしまう。この変異個体が出現したのはごく最近であるが、その遺伝子特性がかなりの確率で遺伝するため、現在はその個体数をかなり増やしているようである。あ、そうなんだ。じゃあ、退化した感じなの、どちらかといえば。コマンマン、通称コマンマン、和名、オボコクラゲ、ホトクラゲ科、調査地域の固有種、このところ外来種に押され気味で次第にその生息を狭めている。オーマンマン、通称オーマンマン、和名、ミオ、ヨミのホトクラゲ、ホトクラゲ科、ピンク色の反毛が特徴の浮遊生物、ごく最近風に乗ってここからか飛来定着した外来生物、頭の発光器官で獲物をおびき寄せ、下部の公平より吸い込んで捕食する触診やクラゲ特有の手法がなく触っても刺される心配がない。気象雲、おい、悪口やめろ。通称、キショイグモ、和名、背負いかないグモ、ショイグモ科、背頃の大きなものを背負って擬態するショイグモ科の一種、背負うものは特にエルグモにしている様子はなく、背負えるものは何でも利用するようで、体内発電機関を持つ、発電機関を持つ、危険を察知した時の放題する。通称、サクレショイグモ、和名、背負いかないグモ、ショイグモ科、背頃の大きなものを背負って擬態するショイグモ科の一種、ショイグモ科の生物は時に背負ったものの影響で習性が変化するものも珍しい特徴である。サクレショイグモは爆発物を背負っているせいか、ショイグモ科の中でも非常に攻撃的な種である。浮かずに近づかないように注意が必要である。ちなみに、俺、こいつに、ピクミン1回、50匹くらい一気に爆発させられました。動画、上げる、残ってたら、もしかしたら動画も上がってるかもしれないけど、上げないかもしれないです。恥ずかしすぎる。通称、つぶらめけめくじ、わめ、半熟けめくじ、けめくじか、かよりからけめくじに進化する中間の種、けめくじに比べ、体が数段小さい大きい目を突き出しているけめくじと、比べて目が小さいのは重要な器官を多く、栄養を引っ込めて、かよりとしての、生態を残しているため思われる、生態を残しているため思われる。
通称マルガエル、ワメマンモ、マロイモガエル、イモガエル、カチ、海水脈に流されそのまま洞窟に住み着いてしまったイモガエル、姿が他のイモガエルに比べて平らなのは岩の割れ目などを入りやすくするためなど、洞窟という生活環境に適応した結果である。ポポガシグサ、通称ポポガシグサ、ワメポポガシグサ、ポンガシグサ、カクルクルと色を変えているこの花にピンクの、ピグミンを放り込むと放り込んだ時の色、花の色のピグミンの種の、ピグミンを種の状態で吐き出す、必ず放り込んだ数以上の種を吐き出す性質がある。三色シジミ、和名、モンナシモリシジミ、モリシジミか、森を歩いている大群で乱舞する姿を見つけることがある三色の花びらのような蝶が、森林の中を舞う姿は我を忘れるほどに美しい微妙な色の違いの個体を青、赤、黄とグラデーションさせて並べた標本は超コレクターにはよだれの止まらない一品でオークションでものすごい価格がつくことも珍しくない。ちなみにめちゃくちゃ安かったです。はい、今回のボスケメイクジです。もうね、何回もやり直したんで、失ったピクミンが18なんですけど、実質ね、200超えてます。はい、通称ケメクジ。和名一花ケメクジ。ケメクジか、進化の過程で貝殻を捨て替えるに、背中の花のように見えるのはエラである。粘着性のある植物で、小動物を舐めとって食べる光るものに興味を示し、とりあえず口に入れようとするので、ビーコンやアンテナに識別灯をつけているものは要注意。マジでこいつはクソでした。本当にこいつはクソでした。もう二度と戦いたがりません。それじゃあ、今回のピクミン2は、これで以上で終了になります。で、だいぶ進んだんじゃないでしょうか。で、多分俺の発狂シーンをね、かなり短めには入れてるんですけど、実質ね、2時間ぐらい発狂してたんで、今喉がめちゃくちゃ痛いです。それじゃあ、次の動画はね、ちょっとしばらく先になると思います。喉一旦休めてから次の動画撮ります。はい、ご視聴ありがとうございました。